ここはグランサイファーか？おかえり。あ、カイム君。無事に戻ってきてくれたようで何よりだよ。なあ、あれは一体何だったんだ？オイラたちよくわかんねえけど、どっかの戦場みたいなところにいたんだけどよ。ちゃんと説明するよ。でもその前にお礼を。突然のことにもかかわらず、ちゃんと成果を上げてくれてありがとう。やっぱりあなたたちにお願いして正解だった。成果ってことはあれでよかったのか？うん、初回としては十分だよ。初回ということはまだ終わりじゃないんですね。順を追って説明するよ。まずあなたたちがいたのは青少女の記憶の世界だ。具体的には白雨戦争の時の記憶だね。白雨戦争だって？じゃあオイラたち過去にいたってのか？そうじゃない、記憶の世界だって言っただろう。つまりあれはかつてあった戦いの記憶を青少獣が反芻していて、その中に入ったってことだよ。難しいです。全て理解する必要はないよ。団長、僕が渡したカードを見せて。このカードはとある青少獣の企みを阻止する鍵なんだ。青少獣の企みですか？その青少獣は様々なものの記憶をたどることで世界創造から現代までのデータを集めてる。あなたたちが入った白雨戦争時の記憶の世界は青少獣の目的にとって特に重要なものなんだ。データを集めてるんだとか？そう、白雨戦争はこの世界にとってとても大きな分岐点だからね。青少獣はその中にあったいくつかの分水嶺であらゆる可能性をシミュレートしている。ますますついていけなくなってきました。頑張れルリア、オイラも頑張るからよ。とまあいろいろと説明したけど、全てを正確に理解してもらう必要はないよ。これは協力を仰ぐにあたっての誠意として話しただけだから。でもなあ、お前は理解できたか？本当か？じゃあ分からなくなったら頼りにしますね。ともかく問題なのはその青少獣の目的なんだ。奴らは新世界を創造しようとしてる。新世界って新しい世界ってことですか？そんな
ことができるっていうのか？できるんだよ、あの聖少獣には。途方もない話ですね。その世界を作るために歴史のデータとかを集めてるってことか？その通りだよ。そこであなたたちにはその邪魔をしてほしいんだ。具体的には何をすればいいんだ？聖少獣が歴史の分水嶺に対して行うシミュレーションの妨害、つまりさっきのように記憶の世界での戦いに加わってほしい。あれで邪魔をすることになるんですか？うん、奴らのシミュレーションにとってあなたたちの存在は異物。シミュレーションがうまくいかなければ新世界創造のためのデータを収集することはできない。なるほど、なんとなくわかりました。ああ、そういうことならオイラたちにも協力できそうだぜ。じゃあ引き受けてくれるんだね？うよ、任せとけってんだ。あ、そういえばもしもその新世界が作られてしまったらどうなるんですか？一つの可能性としては、新世界創造の余波でこの空の世界は滅びる。もしそうならなかったとしても、新しい世界ではかの聖少獣が支配者だ。星の民との戦いだった白雲戦争のような大きな災いがまた起きるかもしれない。どっちにしてもとんでもねえじゃねえか。そう、だからそれを阻止するためにあなたたちに協力をお願いしてる。こいつは相当気合い入れねえとなんねえみたいだな。頼むよ団長、このカードを持っていて。そのカードが記憶の世界に干渉するための鍵になってる。やっぱり不思議な力があるカードなんですね。最初に感じた気配は気のせいじゃなかったってことだな。頼りにしているよ。